皆さんこんにちは。キャンパスフランスフランス政府留学局の親木です。本日はフランス留学準備ウェビナー2024にご参加いただきありがとうございます。本日ウェビナーを一緒に盛り上げていただく3名のゲストをご紹介しましょう。まず、えー、京都大学より交換留学プログラムでパリ政治学院に留学し、つい先日ご帰国された山下幸洋さんこんにちは。こんにちは。ちはよろしくお願いします。 続いて、社会人でご家族帯同のもと、ニースのエデックに MBA 留学をされている宮崎優さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、アンスチューフランスのオフィシャルパートナーとして、長年フランス留学をする学生を支えておられる海外留学保険センター、チップジャパンの近藤社長に今回ご参加いただいております。近藤社長、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。 よろしくお願いします皆さんよろしくお願いいたします早速本題に移りましょうはい、こちらにフランスに出発する前到着してから行うべき手続きのいろいろをざっと大まかな順番に並べてみました黄色い線、えー、飛行機があの表示されている部分ですねこちらは、えー、トフツを示しており赤い色はチュートリアルビデオで手続き方法を示している手続き白は日本の役所関係 黄色はその他の他手手続続き、き、え、き、ー、ステップでですすね比較的簡単に手つできる手続きを示しています特に徒仏後についてですが何が何でもまず現地の携帯電話番号を持っていただくことが大事ですそして出生証明書に代わる種類の提出がさまざまな場面で求められますこちらについては後ほど詳しくお話しいたします 続いて、長期学生ビザを有効にするオンライン手続きを行い、在留届も e 在留で届け出て、と、ここまでの流れは到着後1日2日で終えたいところです。在留届旅レジは、日本の外務省が提供するシステムで、万が一のテロやでも自然災害の際に、現地の日本大使館から日本語で連絡が行きます。自分の安全を確保すす。る最も重要な手段です必ず登録ししておきましょう。 出生証明書に代わる、えー、書類が取れたら学校の本登録正式な登録許可証や学生証が取れたら長期学生ビザを有効にするオンライン手続きをして社会保険に加入し仮番号を発行してもらうここまでが第2ステップです続いて銀行口座を開設し社会保険の加入手続きの追加資料として銀行口座情報を出し本登録 CAF の申請は社会保険仮番号でも行うことが可能ですがこちらは ALST= 一時滞在長期学生ビザと記載されたビザをお持ちの方は申請ができません続いて事前に頂い,いた質問にお答えしていきたいと思います えーと銀行口座開設についてですね、えっと、2人がどうされたか、えー、と聞きました。宮崎さんは学校に来た銀行で開設されたとのことでしたけれども、どんな感じでしたかすいませんてあ、ありがとうございます。えっと、はい、い,いええっとまあ、学校に2社来ていただいて、銀行来ていただいて、まあ、BNP パリバと,ちょっともう1社が僕は覚えてないんですけども、えーまあ、あのそのまま、えー、そこですべての口座開設のフローをやって、 まあ、翌週ぐらいにすべ、えー、ての口座番号であったりがまず発行されてで、1ヶ月後ぐらいにカードが自宅に届くみたいな、まあ、日本の感じとそんなに変わらないのかなと思います。で、書かれてるみたいに英語でいけるかって言われると、あのまあ、基本的に英語の書面が BNP とかは用意してもらってるので、フランス語わかんないっていうと、英語の書面で。 基本的にすべてできるかなと思いますし、窓口の人たちも英語で別に全然対応はしてもらえるので、あの<ー>講座作ることに関しては難しくないかなと思います。ありがとうございます。続いて山下さんは、あ、別、えっとパリなので日本人担当者のいるところにされたそうですけれども、えっ、ー、と予約はすぐ取れましたか？えっと、すみません。そうですね、結構混雑していて、八月私はあの八月一日が 二日にあのパリに到着したんですけど、その二三週間後に。予約予約予約が取れたかなっていう感じです。なるほど、入りました。はい、ありがとうございます。 で、えー、と皆さんからいただいた質問に私の方でお答えしていきたいと思います、えーと。銀行口座がなぜ必要かという質問をいただいたんですけれども、これはフランスの公共料金の引き落としや、キャフや社会保険の還付に利用するために必要になります。逆にこれが必要ないと、あの不要、還付とかもいらないと、えー、フランスの公共料金も引き落とす日。 うこことととがなないとかっていいかうことであれば、まあ、作る必要はない特に、えー、と6ヶ月よりも短い方ワンセメスターしか行かない方とかっていうのはあの銀行口座開設が必要ないケースが多いですねなのであのケースバイケースで考えていただいたらいいかと思います。 で住居確定前でもオッケーかあの銀行口座が開設できるかという点についてなんですけれども、えー、仮住まいの住所でも開設は可能ですが、えー、新居へ移られてから銀行で住所変更する必要があります。で英語でオッケーかということですけれども、あの先ほどあの宮崎さんからもありましたが、あのフランスのバンカーあの英語は話せますので大丈夫です。 であとはワイズを利用する場合、リブはというご質問ですけれども、ワイズでリブが出せるかはま知らないですけれども、あの基本的にその先ほど申し上げていたフランスの社会保険等に関しては、フランスの銀行が指定されますので、あのこちらをあの解説する必要があります。続いてキャフについてですけれども、お2人は、う余曲折あって申請されなかったということなんですけれども、山下さん、ホームステイを今、検討している方にアドバイスをするとしたら何かありますか そうですね、あのー、書,書類の手渡し方ですね、あの私の場合は、突、あ、撤、のー、してからパリで直接渡したいっていうふうに言われて、OK という感じであの了承してしまったんですけど、そのついてからも、そういう,こう契約書みたいなのは結局作ってもらえなかったので、書面をいつの段階で作ってもらえるかっていうのは、しっかり確認された方がいいかなと思います。 そうですね。ホームステイあるあるなのであのもしホームステイで、えー、とキャフにキャフ申請されたいという方はその点し、えーまあ、あの注意されるといいかなというところですね。あとは、えー、と宮崎さんはあのハードル高かったということなんですけども、宮崎さんはあれですよ、ね、子,子どもさんの,あの、えー、とキャフっていうかその子供さんの,その書類も必要でということで複雑だったということで 理解してますけれども、えっと、僕自身、まあ、あの子どもの分もそうなんですけどあの引っかかったのはオンライン申請のところであの一度間違った情報を入れるとあのなぜかそれが二度と更新、うん、デリートできなくなってしまって、えー、でその消し方の問い合わせ先が全くなかったので。 あの要は間違った情報を更新ずっとできずにで窓口に行ってもそれの押し問答でえそ私たちはそれができないみたいな形でそこでまあストップしてしまったっていうのがまあオンライン上でそこがんまああのフランスの政府の部分はまあそういうのはまあたまにあるみたいなのでもうどうしようもないなっていう形で。 であのまあ、あのホームステイあるあるの話ではないですけど不動産会社とかあの大,家さんもあ大家さんとかもですねオーナーとかも聞いてるとあのその家,申請用の家賃用のやつに関してはあの契約書出してくれないとかもあの友人はい、いっぱいいましたのであのホームステイだけじゃなくて不動産契約の時にもし家賃欲しいのであればあの不動産会社通してても聞かれた方がいいかなとは思います。書いいてもらわないと家賃,補助家賃の分は でないいじゃななでですか大家さんでもで、ね、なので、まあ、それはあの聞かれた方がいいかなと、同じかなと思います。ありがとうございます、えー。続いていただいた質問で、世帯年収の証明についてなんですけれども、これは前年のフランスでの年収なので、えー、と証明を特に出す必要はありません。日本での,あの証明、やで収入の証明は出す必要はありません。で、えーと、各都市にですね、フランスのキャンパスフランスが、あの えっとこういうウェルカムデスクっていうのをあの設置しています。で私がこの間あの参加したキャンパスフランスパリ主催のフランス留学準備ウェビナーのウェビナーみたいなやつで。 えと言ってたんですけれども、もろもろの行政手続きなどは各都市のウェルカムデスクでサポートを受けてくださいと案内がありました。えー、と今、宮崎さんもおっしゃってましたけれども、CAF とかそういうあの手続き、ちょっと1人で心配だなという方、銀行口座どうしたらいいかな、あの英語通じるらしいけど、どうしたらいいだろうという方は、あのそういうところに行っていただいたらいいかと思います。ワンストップでえと銀行口座、セキュリティソーシアル、CAF といったことがあのサポートを受けられます。もちろん英語でもあります。 キャンパスフランス日本支局のホームページメイン画面にあるフランスの地図の地域この色でちょっと色分けしてあるんですけども地域をクリックすると都市名が表示されますでそちらをさらにクリックしてはいこんな感じで例えばリオンだったりオンっていう風にこういうちょっと細かいまみこういう感じでバーっと情報が出てきます新生活に必要なアドレスであったりとか連絡先であったりとかイベントの日付であったりとかっていうのが記載されています 右上にあるあの言語タブで英語に変えれますのでそれで英語に変えてもらったらこんな感じで英語で見れますのでそれで、えっと、見ていただいたらいいですただ、えー、このサービスもあくまでフランス基準の,あのサービスなので日本のサービスのように手取り足取りきちっとしていることを期待するとあのがっかりすると思いますので あくまで主体的に行うことを前提に準備をを進めめてて、いいたただくことをお勧めいたしまますすさて行政手続きの話に戻ります先ほどちらっとお話ししましたがフランスでのさまざまな行政手続き学校での本登録に必要となる「出生証明書」という書類日本人の場合この書類がもともと公的な書類として存在しないので2通りのやり方をこちらではご紹介します。 1> 1つ目、日本で戸籍謄本、商本を用意します。パリの在仏日本大使館、またはマルセイユ、リヨン、ストラスブールにある各総領事館で出生証明書を発行してもらってください、えー。詳しくは在仏日本大使館ホームページを見て情報を得てください。フランス大使館ではなくフランスにある日本大使館ですのでお間違いのないようにお願いいたします。 事前質問にもいただいておりましたが、えー、戸籍謄本小本に、えー、アポスティを付けたものを日本で法廷翻訳してはだめですかという、えー、質問がありましたけれども、えー、パリなどの社会保険事務所では受け付けてもらえないこともあるようで、えー、以前登壇していただいたパリに留学されていた方 結局現地の日本大使館ですので、えー、このように現地の日本大使館総領事館で修正証明書を作成してもらう方法を、えー、主にお伝えしているんですけれどもパリマルセイユリヨンストラスブール近郊以外の都市へ。 留学する方は、その都市へわざわざ移動も大変なので、えー、2つ目の戸,戸籍徒歩の商法にアポステーをつけたものに、日本で法廷翻訳をつけて持っていかれても、えー、いいんではないかなと思います、えー。管轄の社会保険事務所によって受け付けたり、えーつけ、受け付けなかったりということがあるようなので、私たちの方ではちょっと残念ながら、すべての地域の情報について把握をしておりません。ご判断はご自身でお願いいたします。 続いいて、て社会保険・セキュリティ・ソシアルについてです。フランスの高等教育機関へ長期学生ビザで留学される方は数年前から加入が無料となり義務化されるようになりましたオンラインで手続きができ全ての書類が揃っていなくても最低限の書類のみで仮番号は発行できます大体いい医療費の7割弱をカバーする保険になりますが残りの3割やその他身の回りの安全を保障する保険を ミチュチエルとというう保険で補うことがで補こがきますただこれらの場合万が一の時全てフランス語または英語で、えー、自分で対応しないといけません初めての留学で不安合学力に自信がないという方は日本であらかじめ加入しておく海外留学保険でカバーするという方法もあります。 今日は日本人学生のフランス留学に多数の実績をお持ちの近藤さんをゲストにお迎えしておりますが、ズバリフランス留学専用保険に入るメリットは何ですかはい、えー、ティップジャパンでは、一応、フランス留学専用険というオリジナル商品を用意し、えー、留学生のサポートをしているんですけど、フランス留学専用険のま備える一番のメリットは、日本の保険だからこその日本語のサポート、まあ、きめ細やかさですね。 なのでまあ、えー、一応そして、まあ、怪我とか病気あともちろん、えー、盗難や住宅の保証まで幅広いリスクをまあ保証してくれるのでまあ安心です、えー。まあ実際限られた留学時間なのでまあトラブルの際ですね日本語のサポートをうまく使ってまあストレスをできるだけ最小に抑えていただくのがいいのかなと思います。はいありがとうございます。日本語でやっぱりサポートが受けれるっていうのは安心ですね。はい。そうですねはい で私の方でですねあのー、まあ実際にあったこととしてあの聞きたいんですけれども一つ目まずえー、初めてのフランスで言葉が通じないで、うん、まああのどんどん秋からどんどん日が短くなって暗くなってあの心の問題ですねつ目次目まずえー、初めてのフランスで言葉が通じない、うん、でまああのどんどん秋からどんどん日が短くなって暗くなってあの心の問題ですねメンタルの不調で引きこもってしまって外に出れないというような方、はい、えー、こういった時にあのフランス せんフランス留学専用保険でえっとどのように寄り添っていただけますか。はい、えー、サービスの一つとして、えー、メンタルサポートがあります。えー、まあ限られた留学時間なんでねあのー、まあ、できるだけこう心配はなくしたいっていうところだと思うんですけどまあ環境が大きくあるんでどうしてもその情緒不安定になったりとかってあると思うんです。えー、まあ、心が弱ってしまうと思います。なんでその時ですね、えー、保険では、えー、専門医に、えー、日本語で 電話やメールでで相談できますで、まあちょっとえー、電話の場合は、えー、予約事前予約みたいなのをしたりしてますけど、うん、だけど結構ですねあの皆さんに寄り添ってですね、えー、相談できるような形はとってますなるほどで続いてですね、えー、と別の話になるんですけどこれ私自身の話で、えー、と留学中、はいえー、フランス国内にまあ留学あヨーロッパとかね旅行行く方いらっしゃると思うんですけれども フランスに留学中に、えー、夏休みに東電車で一人旅していたときに、夜中、貴重品を入れていたバッグから現金と日本の携帯電話が盗まれちゃったんですけれども、留学,の留学しているフランス以外の国での出来事で、さらに持ち物が盗難にあったというケースに当てはまるかと思うんですけれども、はい、フランス留学専用保険で、えー、とこちらはカバーすることはできますかそうでですすね、あのー、できます でまあ、本当に、まあえー、携帯とか財布とか、まあ、盗難は多いですね。なんで、まあえー、と一応、フランス用っていうふうに歌ってるので、まあ、フランスだけって勘違いされる方多いんですけど、まあ、実際には、えー、旅行先、えー、ですね、どこでもちゃんとトラブルの対応をします。でまあえー、もちろん盗難以外にも、えー、怪我したとか、病気旅先で怪我病気になったとかですね、そういうことも同じように補償を受けられます。 でただ、ですね1点ちょっと注意していただきたいのが、あのまあ、もちろん盗まれた携帯とか、もしその現金だけじゃなくて、お財布を盗まれたりとかっていうことであれば保証するんですけど、まあ、携帯電話の中身の,あの写真データとか、あと現金というのは、保険ではちょっと保証できないので、その点はご注意いただきたいなと思いますなるほど、はい、ありがとうございます。 えーとあとですねあの、昨今、留学相談を受けてますと、あの持病がありますが、留学できますかといったような、うん、あのご質問を受けるんですけれども、はい、でもあのフランス留学専用保険であの、どのように寄り添っていただくことができますか、はいえっと、結構、ですね、この持病というのには、ですねあの、まあ、留学保険って一般的なものは、あの保証しませんっていううたっちゃっています。 持、まあ、病の内容によってはあの、契約してくれないっていう時もあったりするぐらいなので、結構問題点が多いことなんですが、ただ一応、フランス留学専用券はあの 2, 2つの保険会社で展開していて、まあ、AIG と JI というところなんですけど、その JI という方はあは、この前、ですね新しい商品を出しまして、うん、あの商品というか、ですね新しく保証を持、えー、病も対応にしますというふうな形に変えたので。 うん、なので、えーまあ、JI のフランス留学専用保険というものをですねあのご案内すると、皆さん、ご安心していけるのかなと思いますなるほど、それは安心ですよね。いや、絶対的に安心だと思います最後になりますが、えー、近年、MBA 留学などでご家族を帯同して留学される社会人の方が増えてるんですけれども、あの帯同者も含めたフランス留学専用保険はご用意されていますか。 そうですす。ね、あの帯同者向けのものももご用意してます、はいまただ、えっと、かけ方にはですねあの、結構テクニックみたいな,なんかこう選ぶプランがあの一般的にこう出回っているものって個人用のものになってしまうのであの別物で帯同用というのを用意しているので、まあ、ちょっとそれで掛け合わせ方をどういうふうにしたらいいというのはですね、ぜひ相談していただければと思います。なるほど。 ありがとうございます、はい、え近藤社長よりフランス留学専用保険に入るメリットお話しいただきましたありがとうございましたまえ後ほどですね、チャットよりチップジャパンの特設ホームページへのリンクをお送りいたします、えー、近藤社長には引き続きね最後の質疑応答までお残りいただきますので質問などございましたらえっ、ー、とお寄せいただければと思います 続いて皆さんお待ちかねニースとパリでの留学生活についての留学経験者の二人にお話をしていただきたいと思います。はい、えっ、ー、とまず山下さんからお願いします。はじめまして山下幸夫と申します。と私は2023年の8月からパリ,、えー、とパリ政治学院に交換留学をしていて6月の17日に帰国しました。 今後は留年をして2026年の3月に卒業する予定です。と本日はこのような内容で、えー、とお話ししたいなと思います。まずは現地での生活についてです。とまずあの、住居についてと。私はパリ郊外のマラコフという町,にほ町でホームステイをしていました。となかなか家が見つからなくて、えー、と5月の 半ばぐらいから話あの、探し始めたのですがと、ちょっと早すぎるっていう風う,うに断られたりとかもして、結局、ミクシビーというサイトでとお家を見つけました。ただ、このサイトはあの詐欺もあったりとかするので、あのよく注意をしてと契約してもらえたらなと思います。えっと、家賃に関しては790ユーロで、と はじめは、あの、まあ、申し込んだらもらえるかもね、みたいな感じでホストマザーは言っていたんですが、と、途してから、あの、一転して、あの、書類を私は作らないからっていうふうになってしまって、あの、キャフはあのゲットできませんでした。あと、あの、2回ぐらい、あの、お湯が使えないっていうこともあったんですが、と、その、バスタブがあったりとか、スーパーが近かったり、あの便利だったっていうのと、あと、他にいい物件が見つからなかったっていうのがあって、と、お引っ越しはしませんでした。 続いて私が通っていたパリ政治学院についてお話しします。パリ政治学院は学生の約半分が留学生でとても国際意識豊かな環境になっています。ただ、留学生と正規のフランス人学生の交流が少ないのでフランス人の友達を作るには積極的に話しかけるのが授業にいるフランス人の学生さんたちに話しかけるのが大事かなと思います。 私は授業は1日に1個から2個取っていましたと。エクスチェンジサーティフィケートが欲しい方はもう少しあの多めに取らないといけないと思うのですが、あの私はそれは必要なかったので、とそこまでたくさん授業を受けませんでした。すべ、えっと、てあのフランス語の言語の授業以外はすべて英語で受講していたんですが、と パリ政治学院に通ってらっしゃる方はもう,もうほとんど全員がネイティブレベルの英語力を持っていらっしゃいます。なので、えっと、セファールの C1、C2 レベルはあった方がいいかなと思いますと。私はそこまで英語力がなかったので結構苦労しました。えっと、一方でフランス語に関しては、あの、アーデューレベルでも全然大丈夫で、あの、アーデューレベルで頑張って喋ってたら、あの、 パリ,ジャンパリジェンヌはすごく喜んでくれます。はい、続いてあのお昼ご飯は、えっは、と、クルスというあの政協みたいな団体があるんですけどそこが運営しているレストランで、えっと、真ん中の写真のようなメニューを食べたりとかあとはカフェテリアでサラダやサンドイッチを買ってこあの食べたりとかしていました。あの安くてとってもおいしいです。あとはあのパリ政治学院は学生運動が盛んなので、えっと、2回から2 3、3回。 1>, の1年間にキャンパスが閉鎖されました。で、えっと、休校情報等はあの、教授からのメールを、メールで分かります。えっと、英語で授業を受けていれば、英語でちゃんと連絡が来るので、安心してください。あとはあの、フランス人の学生さんがインスタでこんなことが起こってるみたいなのをストーリーに載せてらっしゃったりもするので、そういうこところからも情報をゲットしてください。 えっと、課外活動としてはと、模擬国連のサークルに入っていました。とこのサークルはあの、模擬国連だけではなくて、外交官の方とお話ができる機会があったり、大使館を訪問できるイベントがあったりします。とパ,リはあのパリには大使館であったりとか、国際機関の本部があのたくさんありますのでと、こういったイベントに参加したい方は、あのスーツなどのフォーマルな服をあのお持ちになると良いかなと思います。 このサークルで、えっと、フランス人のお友達もたくさんできました。はいでえっと、その他に持っていくと良いなと思うものは、まずはパソコンですね。えっと、一応、大学の図書館にもありはします。あとは、えっと、パリの建物にはほとんどクーラーがないので、もう夏はとても暑いです。えっと、なので、ハンディファンを持っていくことをお勧めします。 あとはあの風邪をひいたりとか乾燥、空気が乾燥していたりとかもするので、のどあであったりとかと、インスタント味噌汁と醤油っていうふうに書いていますが、一応あのパリには日本食レストランがたくさんあるストリートがあったりとか、とアジアスーパーもたくさんあるので、あのな,かなくても現地であの入手することはできます、えっと。ガムテープについてはこの後お,お話し,します。はい、では、えっと、 ここのこのトラブル回避術ということでここではあの私の失敗談をもとにお話しさせていただきたいと思います。まずは郵便です。えっと私はあの特攻直後の8月半ばと11月頃に2回小包を送ってもらいました。えっと郵便日本の郵便局からは国際小包と EMS っていう2種類のと郵便を送ることができるんです。 がえっと、そ,れそれぞれそのコリッシモとクロノポストというフランスの郵便局ラポストの子会社があの運営をしているみたいです。でえっと、1回目はあの国際小包み左側のものを利用しました。で、えっと、家に届く前にコリッシモからあの税関手続きに必要な書類を 提出してくださいっていう旨の郵便物が届いたので、その指示に従って、必要書類をメールで提出して、その9日後にあの無事家に届きました。この時きはちょうど1ヶ月ほどかかって、税金は一切取られませんでした。で、2回目は EMS 右側の EMS ク,クロノポストを利用しました。これはあの冬物が急ぎでほしかったからです。2回目も同じ、 1>, 1回目と同じ手続きでいけるかなと思っていたらコリッシモとクロノポストではあの手続きが全く異なっていてあの郵便物が全く届かずあの結局パリ郊外の集荷場まで取りに行ってさらに96ユーロの税金を支払ってなんとかあの受け取ることができましたと私の以上の経験からお伝えできるのはまず、えっと、なるべく小包を送らないことですねと 日本食スーパーもあの日本食じゃない、えっと、アジアスーパーもたくさんありますし、あのユニクロとかそういうお店もいっぱいあるので、現地で何でも調達できます。あのね、お値段はちょっと高くなりますが。あとは、えっと、2, 2点目として、どうしてもあの送らなければならない場合は、時間はかかりますが、国際小包を利用してください。でえっと、3点目として、えっと、郵送・完全の制度は本当にすぐ変わるので、 とブログであったりとかインスタグラムであのよく情報を入手してから、えっと、発送してください。ちなみにと帰国前にフランスから日本に2回と小包を送ったんですがその時はどちらも1週間で問題なく届きました。とこの時もあのこの左側のコリッシモを利用しました。 でえっと、ここであのフランスにはセロ、ちょっと頑丈なセロテープみたいなのしかないので、それが心配な方はガムテープを持っていかれても良いかなと思います。はい、と続いて、現地の SIM カードについてです。現地で SIM カードをゲットする前は、海外で使える SIM カードをあらかじめ購入しておいて、それを利用しました。でも家電量販店とかあの通販でも。 簡単にゲットできます本契約はフリーモバイルでしましまたフリーモバイルにはあのお示ししているように2つの種類があって、えっと、私が契約した去年の8月はその左側のが十が12.99ユーロだったような気がするんですがな,なぜなんか分からないですけどプランが変わっていますで、えっと、ギガは左側で十分だと思うのですが私間違えて右側で契約してしまいました。 でえっと、変更したいですっていうふうに、後日お店に行ったんですが、えっと、契約内容を変更するには、SIM カード本体、あの電話番号自体を変更する必要がありますよっていうふうに言われて、えっと、断念しましたあの。これはもしかしたら担当者の方によって変わるかもしれません。ただ、この左側のプランだと、あのスイスとか使えない地域があるので、と友達はローミングしてしまって、60ユーロぐらい払わないといけない。 ことになっちゃったみたいなので、そういうあの違いをしっかり調べてから契約してもらえたらなと思います。えっと、あとはその大学の Wi-Fi が使えなくなるということが何回かあったので、その時はえっはデータシェアリングのようなことをして、えっと、パソコンでもネットを使っていました。はいえっと、その他にはえっと冬になると、本当に太陽光がなくて、えっと、結構メンタルヘルスに。 あの悪影響を及ぼしますなのでとビタミン D のサプリを入手したりとかと天気のいい日はお散歩をするとか旅行に行く時は腫れてるところを選ぶっていうふうにしてください。あとは、えっと、私着いてすぐに現地でキャッシュカードが使えないっていう日本から持っていった三井住友カードのキャッシュカードが使えなくなって本当にあの大変なことになりました。と,というのも その三井住友カードは国内 ATM の暗証番号と海外で使うときの暗証番号が異なるっていうのをすっかり忘れていてでその暗証番号がわからなくて使えなくなりました。なのでと暗証番号をしっかり確認しておくことをお勧めします。と以上あのいろいろ問題が発生していますがすべて本当になんとかなりますので安心して途付してください。 えっと最後に、あの円安の今、ちょっとでもあのお得にパリ、フランスを楽しめるように、あのお得情報をこちらでお,お示ししたいと思います。まずは、えっと、フランスは本当に学生に優しいあの国だなと思っていて、あの学割は本当にいろんなところで適用されます。例えば、と学生証やあの学生ビザ、これはコピーでも大丈夫なんですが、 それを提示することによって、あのフランス内のな名だたる美術館が無料になります。とこれであの私はルーブル、オルセ、オランジュリーをあの何度も楽しみました。あとは、えっと、交通券ですね。えっと、上のナビゴ・イマジネーフっていうのは、えっと、イル・ドゥ・フランス券の定期券で、前払い式なんですが、これを一度買っておくと、えっと、メトロ、トラム、バスがあの好きなだけ乗れるっていうカードになります。 あとは、その下の SN セーフキャートジュンヌっていうのは、テジャベが割引になります。で、えっと、他には、あの、ファストフード店にも、あの、り割メニューがあります。で、えっと、最後に、この 2good2go ーーというのは、あの、アプリなんですが、スマホの設定をフランスにしていれば使えるもので、の消費期限間近の美味しいものをあのお安くゲットできます。ので、あの、これでご飯を楽しんでください。はい。 以上、駆け足になりましたが、これで、えっと、パリ生活については終わらせていただきたいと思います。皆さんのフランス生活が素晴らしいものになりますように心からお祈りしています。ありがとうございました。ありがとうございました、山下さん。えー、非常にあの有意義な情報を届けていただきました。続いて、宮崎さんに、えー、お話しいただきたいと思います。はい、はい、ご紹介に預かりました。あ大丈夫ですかはい、大丈夫です。お願いします。 はいえー、ご紹介に預かりました EDEC グローバル MBA に通っている宮崎優と申します。あまずはあのこのような機会をいただきましてあのキャンパスフランスの皆様と大八木様ありがとうございます。まあ、皆様の,あの留学生活にですねあの少しでもお役に立てればいいなということで、えー、本日お話しさせていただきたいなと思うんですけども、えー、まずあのま全体としてましてはあの、まあ、MBA っていうのが、まあ、どういう形で僕が。あの 進学していったかであったりであと僕の学生生活であったりとで後半にかけては、えーおやまあ、あの山下さんと一緒で、えー、少しでもあの皆さんの留学生活が、えー、スムーズに進むような形でですねできるあの何か、まあ、お役立ち情報を提案できればなという形で思っています、えーまあ、少し自己紹介させていただきたいと思いますけども 私、エデックグローバルビジネススクールというのはですね、フランスのニースにございます。で、まあ、そちらの MBA というマスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーションという形でですね、一応修士になりますけど、そちら通わせていただいてもらってまして、家族帯同、えー、妻と5か月の女の子と2歳の男の子を連れて、こちらに昨年の8月ですね、来まして、もうカリキュラム自体は10か月カリキュラムになりますので、 えー、もうほとんど終えているあと修士論文書いたら、えー、帰国するという形になりますもともとは教育関係で起業しておりまして、えーまあ、あのこちらに来たのはですね、えー、アントレ再び学びたいなというところとエデクビジネススクール、えー、サスティナビリティ、えーまあ、あの日本でも流行っていると思いますけども、えー、力すごい入れてましてそちらを学ぶために、えー、こちらに来ました で学校の授業以外にですね、あの先ほど山下さんと一緒ですけども、えっと、私はこちらでですね核融合のあのフュージョンの日本のスタートアップの支援として、えー、まああの、まあ、空いた時間といったらなんですけども、学外でですね、えー、サポートさせていただきまして、えー、このような形であの右の写真にあるような、えー、EU の会議ですね、カンファレンスに。 代表してて参加させいいただいただりこれ、ストラスブールですね、EU 理事会の本部がございますので、これはストラスブールですけども、ストラスブールであったり、オランダであったりですね、あとイータ、マルセイユにイータがございますので、イータという世界最大のプラントをですね、ございまして、そちらの方とかに参加させていただくというのが、学外でさせていただいた経験かなというふうに思います。 でまあ,あ YMBA という形で書かせていただきましたけどこちらはまあ,、まあ、あの皆さんも MBA 行かれる方とかはあの決まっているかなと思いますのであの、まあ、僕のあれはあの控えさせていただきますけど、まあ、EDEC ビジネススクールですね、えー、少しだけご紹介させていただきたいなと思うんですけども EDEC はですねあの MBA でいうとですね少しあの年次があの高め で,すで年次が高くて、えー、まあヨーロッパの中でも年次が高めで平均年齢が32歳で学生数が80名で、えー、世界各国30カ国からですね学生が集まってますダイバーシティを一番重要まあ最も重要視しているビジネススクールの一つでしてその環境の中で、えー、先ほど申し上げたサステナビリティをまあ,あのビジネスまあ普通のビジネススクールのカリキュラム以外にも 学んでいいくという形になりましてそれも世界ランキングで5位以内に入っているところですから、まあ、ヨーロッパすごい今そのサステナビリティ力入れてますけども中でもエデックはそこで今はあの結構力入れてるとであとステーション F ですねスタートアップのパリの集積地帯みたいなのがあるんですけどステーション F にもアシューセーパリスとエデックが同じく参画してますのでそういう意味でもアントレとかもかなり強い学校の一つになります。 皆さん、今回はあの学,生学部生の方もいらっしゃると思いますので学部生の交換留学の方今後です、ね、まあ、あの何年か先に、えー、少しもう一度フランス行きたいなと思った時に、えーまあ、ぜひ覚えておいていただければありがたいなと思ったので少しだけあの載せさせていただいたのが。 まずフランスの収支マスターはですねあのこの今回載せていただいているのが、えー、小学系ですねグランゼコールの小学系のものになりますけども世界でもレベルがすごい高いですね HEC パリスはもちろんですけど EDEC もあの同様にランクにインしていますし同じく 右側の、えっと、ビジネススクール見てあのヨーロッパのビジネススクールになりますけどもまあ5つの大学あビジネススクール入ってますので、まあ、そういう意味ではあのぜひとも、まあ、交換留学の後ですね、えー、考えていただいてもいいのかなと思って少し情報を上げていますであのよく皆様があの聞くのは日本で聞くのは修士、えっと、ビジネススクールの修士と聞くと MBA という形になりますけども実は HPC パリスあ修正パリスもですねとか EDEC もですねあの MB より前の段階ですね社会人23年目から行けるっていうのがこのマスター・イン・ファイナンスであってマスター・イン・マネージメントであったりっていうのでえ結構ですねバリエーション豊富に収支は揃えておりますでこれ僕もあのそんなに理解がなかったんですけどもやはりそれはあのヨーロッパの方々はすごいあの収支行かれる方多いので、まあ、そういう意味ではあの例えば社会人3年目にチャレンジしてみようって MB は少し早いかなと思えばこの。 マスターを挑戦してみるっていうのは悪くないかなと思ってご案内させていただいてもらってます。まあ,あのコスト面もですね、実は注目していただいたわ分かるんですけども、MBA はすごい高いですね。だいたいマスターのところと見ていただいたら3倍ぐらい高くなってて、エグゼクティブになるとさらに高くなってくるので、実はその同じ収支を取るのであれば、マスターインマネジメントとかファイナンスっていうのは悪くないかなと。もう一個、このこちら、MBA よりもこちらの方がいいというところで言えば、 より MBA っていうのはすごい広範な領域ですねビジネスに関する全てのことを学ぶ形になるんですけどもマスター・イン・ファイナンスとかマネジメントっていうのは少しナローダウンした形になりますので深く学びやすいっていうのは実はそのマスター・イン・ファイナンスとかの深く学んでいる形になりますからそういう意味ではあの皆さん MBA って聞いたことあるかなと思うんですけどこちらのマスター・イン・ファイナンスとかも同じく収支、えー、考えられた時には選択肢に入れていただくとかいうのは悪くないかなと思います。 でえーとまあ、具体的に私のスクールライフをちょっとだけ、えー、みさあのお示ししたいなと思いますけども、まあ、こちらが80人ですね。最初の時になります。でえー、と普段、まあ、MBA どれぐらい授業があるのという形なんですけども、よく MBA はインテンシブだ、まあ、あの厳しい、激しいあの、授業がタイトだと言われますけど、まあ、これが、えー、と私の授業の1週間のスケジュールですね。 先ほど山下さんの授業のやつ聞いているとすごい羨ましいなと思ったんですけども平均して毎日6時間の授業が月曜から金曜日まで詰め込まれていましてそれ以外にも、えっと、基本的にキャリアアドバイス m b a だとキャリアアドバイスがつくのがまあほとんどなんですけどもそれが授業の終わり授業終わりにまあこのような形ですね月曜日とかは水曜日とかキャリアアドバイスがこういう形で水曜目標あると。 で水曜日の朝8時からは、これはテストですね。テストがあってみたいな形で、この水曜日とかだと朝8時からまあ6時までずっと授業が何かしら詰まってるみたいな形が基本的に MBA の,のものになります。で、特にエデックは10ヶ月のプログラムで、他のプログラムよりも、あの他の例えば、アッシュ生とかインシャードとかよりも短いプログラムになっているので、えー、その分ですね、圧縮されている形でして、えー、と授業がまあ詰め詰めになっているというのが、 結構厳しいいなとうで、これでかつ、えー、MBA の,あの良さっていうのはこういう授業っていうよりもどちらかというとグループワークとかにございます。で、グループワークを先ほど申し上げた多国籍の方々と一緒にしていって、えーまあ、アサインメントを出すみたいなことを毎日毎日するんですね。でそれで、まああの もちろんマネジメントを学ぶっていう経験を積むって形になりますから基本的にはこの授業終わったらこのグループワークであったりですね、えー、個人の課題ももちろん出ますしで翌日のケースを読むとかですね形の予習が入ってくるというのがもう毎日の流れになります。で家族と家族を帯同されると基本的にこれにあの幼稚園のお迎えとかですね、えー、子育てが入ってきますから結構あのしんどいあの毎日になるかなというふうに思います。 ただ、まああのー、そこでですね、結局、まああのー、すごい、えー、じゃあ得たものは何なのという形になりますけども、まあ、あのこういう形で,です、ね、まあ、まず友人が、まあ、あの30カ国って、まあ、その友人の幅を、あのー、言っても仕方ないんですけど、ただまあ僕も特に仲いいのがイラン人とパキスタン人の子なんですけど、まあ、人生でなかなか出会うことがないなと思う方、あの国籍の方々とすごい一緒に仲良くなれるっていうのは、やっぱりまあメリットかなと思います。 で得た自信っていうものは、まあ、まず最初ですね、山下さんもおっしゃってましたけど、僕も英語、あのそれほど自信がなくて、最初まずはその自分の英語力を、まあ、自信をつけると。あで、あの、すみません、MBA とかビジネスのこの収集は、修正もそうなんですけれども、基本的に英語のプログラムになりまして、フランス語ではなく、英語でしゃべる、あの英語がベースにありますから、まあ、基本的にはビジネスの世界では英語かなという形になります。 ですから、まず自分では英語ができてきて、で中期ではこういう形のまあイベントに参加するとかでコミュニケーション。で後にはですね、まああのまあ卒業間近になってくるとリーダーシップとか意思決定とかに自信がついてきたかなっていうのが MBA ではあります。特にこの左下のグループですね、えっとグループはえっとこの えー、ロシア人インド人ギリシャ人ブラジル人とで私という形で、えー、このチームで、えー、ビジネスシミュレーションみたいなのが、えー、16チームの中でトップを取って、えー、すごい、えー、教授ですねこれも世界トップ40に選ばれている教授とかから評価してもらえたっていうのが、まあ、あのチームの評価になるんですけどももちろんそういうのが、えー、まあ 自分でリーダーシップ身についたかなみたいな形でですね、あのまあ、チ,ームチーム全体で,です,、ね、あのすごい、えー、いいチームだったねっていう形であの経験できたっていうのがいいかなと。であとはまあプライベートももちろん、えー、こういう形で、えー、バスケットボールしたり、えー、僕は家族連れていくことが多かったですけど、バスケットボールしたり、まあ、皆さんあのプライベートはすごい仲良くやらせてもらったかなと思います。であとは経験、まあそうですし、あとまあ多様性の理解。 あのでまあ、ストレス体制というのは先ほど申し上げたような形で、えーまあえー、と朝から晩まで授業を受けながらかつグループワークしながらという形で言うと結構その,、えーまあ、あのストなんていうんですかね、えー、これも国籍ごとに皆さん対応がバラバラなので僕が一番悲しかったのは3時間4時間。 えー、かけて、えー、作ったプレゼンの資料をですね、えー、翌日の朝になったら全部直されあの消されてパワーポケされてたっていうのでまあそういうのも、えー、ただまあそれはじ、まあ、自分の説得力のなさやなとかいう形でですね、まあ、反省しながらただまあちょっとストレスを感じながらいろいろこうやっぱりあのー、MBA の場合は年次もバラバラなので年次もバラバラでバックグラウンドバラバラ人種もバラバラってもうバラバラなものがほとんどなのでその中でまあどうやって、えー お互い、まあ、成長していくかもそうですしどう,どうやって、まあえー、進めていくかとかっていうところって、まあ、すごい、まあ、ストレスになるかもしれないんですけど、まあ、それがすごい、えー、自分の中では最終的な経験だったなと家族ももちろんそうで、えー、これも、まあえー、と幼稚園行ってる息子幼稚園ローカルの幼稚園にあの1年通った息子もそうですしあの妻とかもそうかなというふうにあの思います。 でえー、続きまして、えっと、ちょっと、えっと、私がですねこの1年で行った場所とかをあのお見せしたいなと思うんですけども、えー、このような形で青の部分が、えー、旅で、えー、個人的な旅行で行ったので赤、えー、星の部分が学校でトリップとして、えーまあ、課外活動ですね、行かせてもらったのと、先ほど申し上げたフュージョンの会議に参加したのが、えー、このピンクのマークになります。 でまああのー、訪れた国とか、えー、とぜひですね、まあ、あのせっかくですから皆さんヨーロッパ来られたらあのフランスもそうですけどもあの、まあ、皆さん、あのー、そうやって回って、まあ、自分の、まあ、教養であったり自分の人生豊かにするっていうので、まあ、回ろうかなと思われていると思うので、まあ、あの本当にその短期間ではあると思いますけどもあのぜひあのそういう形でいろいろ回って いいただけたらなと思いますでその上で、えっと、旅行に対する、えっと、アプリをちょっとだけ紹介させていただきたいなと思います。まあ、航空券、えー、宿とかは、まあ、あれかなと思うんですけども特に宿に関しては宿泊の時にはあの、えー、いあの本当に各場所によって鍵の開き方全然違いますあの癖が強すぎて全然鍵開かないっていうのはよくありますから。 特に、えー、民泊ですね、エアビーとかでやられるときはあの気をつけてください。であとレンタカーも、えー、全然この QEQ、えーと, e、とか使ってもらって、えー、いいなと思うんですけども、あのえー、と車上荒らしがやはりすごい多いですね。パーキングに止めてる間にやはりパあの車上荒らしにあったという話は、えーと、日本人だけではなくてローカルの人もそうですし。 まあもう至る所である話なので、基本的にはレンタカー借りることは全然いいなと思うんですけども、パーキングするとき、ぜひ気をつけていただきたい。僕は Google マップチェックしながらパーキングし,まし,たしてましたけども、レビューを見て車上荒らしがないパーキングかっていうのは、レビューで見ていただければいいんじゃないかなと。で、車内には本当にあの何も残さないことが一番大事ですね。何かそういうものがあれば取られる可能性があると思われた方がいいと思います。あとこの え荷物預けるバウンスっていうのもこれも結構あの僕の中ではあの最近できたアプリですごいいいなと思ってましてぜひ使っていただきたいなと思うんですけどあのコインロッカーみたいなのが結構主要駅しかにあのフランスヨーロッパないので預ける場所がなくてで荷物をずっと持って移動するのってまあ旅行の時大変やなってやっぱりなると思うんですねでホテル預けるまでもちょっと遠いなとかなってきた時にえこのアプリでえっとまああのどの都市でも基本的にはあの荷物預ける場所を提供してくれるので。 あとは、まあえー、SNCF であったりフリックスバスあの、えー、とこのバスもかなりこの5年10年で発達してますから快適に、えー、と鉄道網がなくてもバス移動はしていただけるかなと思いますで、えー、と少しだけ、えー、と家族帯同される方も今日お聞きだという形なので少しだけ家族帯同の方の、えー、に向けて、えー、とお話しさせていただきます えっと、ビザ有効化などはですね、大、え、八、っと、木さんの,あの動画を見ていただくのが一番僕もそれに従ってやりましたから、えそれだと思います。で保険に関しては、タル私はビタルで、えっと、家族はあの先ほどおっしゃってたような海外保険に加入しております。でえっと、今ですね、住宅の相談、ご相談、よく僕、受けさせてもらうんですけども、あのパリとかニース、まあ、主要都市はですねかなり住宅探すの困難になっておりますから、 えとまあ、これはあの日本人だから困難というのよりはどちらかというとローカルの人たちも,、えー、もう本当に世界の人たちが、えー、やっぱりニースで探すの大変というのが、まあ、もう本当に皆言ってますから、えー、基本的には大変だと思いますで大変な理由としてはまずそもそも供給個数が少ないというのもそうですしそれ以外には、えー、と保証人がいる保証会社がいるいらないであとオーナーがどういう性質の人かとか不動産会社が えどういうことを望んでるかっていうのももう不動産会社とかオーナーごとに意見がバラバラですからこっちでうまくいったことがこっちでうまくいかないってことがすごい多いですね。で特にその,あの先ほど申し上げたように家族用の,あのものになってくると物件数が少ないですから余計にそこら辺であのマッチングするの難しくなってますから <laughs> あの書いてますけど諦めないことと高望みしないことと早めに動かれることっていうのがすごいポイントかなと思います。でかつ えっと、私もあの,私のマンションあ、アパートメントもエレベーターが止まって閉じ込められたことありましたけど基本的にはあの日本と違って住宅は貧弱、まあ、あのどちらかというと伝統がある築、まあ、150年とかですねものなのであまりこう、えー、日本と同じような感じで探されるとニーズに合ったものがないなとなりますからそういう意味ではあ,のある程度これぐらいでいいかなという形で受け入れられるのが大事かと思います。 で幼稚園はあの3歳から、えー、マクロン大統領の政策の関係で、えー、3歳から義務教育ですから、えー、基本的にはあの3歳以上ローカルで生かすかもしくはインターナショナルで生かしたいかなと思います生かされたらいいかなと思いますあと病院ですね、えー、ドクトリブ、えー、っとこれすごい大事で、えー、これは絶対あのアプリ入れていかれたらいいんじゃないかなと思いますでえー、っと 今、オンラインで全部あの申し込みできますから、なんか昔は結構ヨーロッパの病院申し込みにくいっていうのを聞いたこと、僕はあったんですけど、ドクドリブっていうアプリを使えば、あの全然あの当日でも受診できますし、あのえっと、僕は眼科と普通の,あの風邪で行きましたけど、全然あの日本と変わらずに、えー、受けれます。で、あのビタル入っていれば3割負担ですから、日本とあんまり変わらない負担の感じになるかなと思います。 でカフは先ほどおっしゃってたのと一緒で、えーとまあ、かなり難しいですし、えーと、難しい割に期間が短くなってくるとあのできないなってなるので、まあ、あの諦めるときは諦めは肝心なのかなというふうに思います。挑戦して無理っぽかったらもう早めに諦めるでもいいのかなと思います。あとですね、まあ、持ち物ですね、えーまああの、クレジットカードすごいポイントだと思います。クレジットカードはあのこちらで跳ねられることも結構ありますので、 えー、複数、えー、僕は3枚おがおすすめですけど、3枚以上は持ってこられておいた方があが安心かなというふうに思います。であと、書かしていただいたものはまた見ていただければなと、まあ、あの先ほど山下さんと一緒ですね、のど飴とかは一緒で,、えー、で、今、ヨーロッパ、特にニース側は、えー、と気温がかなり上がっていまして、蚊が発生してまして、えー、とただエアコンも網戸もないので、蚊が入り放題なので、えー、カトリマットとかも僕はお持ちいただいたらいいかなというふうに思います。 で最後になりますけど、現地来られてからですね、えっと、のアドバイスさせていただければと思うんですけども、送金に関しては、ワイズ、まあ,あの、キャッシュレスで、えー、まあ、すべていきますし、僕もワイズですね、<laughs> ワイズはすごいおすすめでして、えっと、基本的にこの、えっと、カードをですね、えー、作っていただいて、 かつオンラインでも振り込めるという形になりますからあのすごい、えー、と為替とかもですね自分でこの為替になったら自動で通貨を変換するとかいう設定もできますからあのすごい使い勝手がいいのでまず WISE はあの今つか作られた方がいいかなと思いますで先ほど大八さんおっしゃってたようにじゃあ WISE あったら全部いけるかというと僕は BNP でも作りましたけど一応その2つはあのな 分けてで送金とかはワイズとかを使うのが一番便利かなというふうに思います。あとですねまああのえっと携帯に関してですねえっと 携帯はえあの楽天がですね、今2ギガまで海外であの無料で使える形になります。ですから、あの僕もフリーの、えー、と携帯、山下さんと一緒で持ってますけども、え実は来た時は楽天の,あの楽天モバイルでえ契約したものを普通に海外で2ギガまで無料ですから使えるので、で今も、えー、と楽天のものは契約した状態で、ふ、まあ、普段使いしてるのはもうそのままです。でこれはあの えっと、僕的にはあのショートメッセージとかであの二段階認証を要求された時とかに SIM の関係とかで、まあ、eSIM の場合は両方いけると思うんですけどもそれでもまあ自分の、えっと、日本の携帯使い続けたいとかっていうのがあれば楽天モバイルが一番その基本使用料かつ海外利用っていうのを考えてもお得なんじゃないかなと思うので、えーまあ、皆さんもちょっと WISE と楽天モバイルとかを考えていただければいいかなというふうに思います。 であすません最後にあのポンピドゥ、えっと、パリにあるポンピドゥ美術館近代美術館が今年で閉館されますからあのこれの左下の部分ですねで左上があのヨージ・マモトの作品が出てますけども、えー、ぜひあの皆さん途伏されたらですねまずはポンピドゥ早めに閉まる前に行っとこうと思われた方が、えー、すごい歴史がある美術館ですからあのいいかなというふうに思ってますんで。 あの皆さんのあの留学があの楽しく無事に、うん、あの行われることを願っています。あすみませんでえー、っと。 今日あのお話しさせていただいたもので、えっと、まず妻がですね、えー、っと子育てブログを書いてますのであの、幼稚園とかに関して家族帯同される方で何かこう申請の仕方とかご不安あれば、ですねあの、見ていただければこちらいいかなと思います。でえっと、今のお話とかで、まあ、MBA とか何かニー,スでニースのことであったり、まあ、あのフランスのことあの、ご質問あればですね。 こちらでえっとリン,リンクのインでもいいですし、あのこちらのメールでメッセージもらっても全然構いませんので、あの皆さんが不安なく過ごせることが一番大事だと思いますから、あの遠慮なくいただければなと思います。はい、あり,いありがとうございました。大変有意義な、えーね、えっと今回ねえっとフランス留学準備ウェビナーも十年ぐらいえっと十ウェビナーセミナーええー、十年ぐらいやってるんですけども、初めて、えー、MBA そしてえっと お,お子さんを連れてのね、あのご家族帯同での,あの体験談をお話しいただきましたありがとうございました、えー、8月1日から4日ですね福岡にある九州日仏学館で夏のフランス語短期研修が開催されます、えー、初級レベルの旅行フランス語を学べるそうなので英語プログラムで留学される方、えー、語学留学に行くけども語学力が乏しい方はぜひご参加いただくと良いと思います 続いてですね、えー、Q&A に移っていきましょうかね。えー、山下さんにまず質問です、えー。パリで冬を越されたと思うのですが、冬服などは現地で買った方がいいでしょうか。日本より寒いと思うので、服をどうしたらいいか迷っています。私が留学予定の場所は主、スイスの近くですということなんですけれども、どうされましたかえっと私は一応、上着は日本から持っていって、さらにあの送ってもらったとっいう形になります。 あのパリだったら一応古着屋さんもあったり他にもいろんなお店があるので最悪持っていかなくても現地で調達することはできるかなと思います。あとあの、はい、私が渡航したのは8月の頭だったのでソルドの残り物みたいなニットを、えっと、モノプリっていうスーパーがあるんですけどそこで買ったりとかはしました。はいなるほど 私はニースとパリに両方留学したんですけどあのニースに留学した時に南風だからあったかいと勝手に思ってあの冬服を持たずにそのまま行ってしまったらあの結構早くに寒くなってしまったのであのものすごく大変だったのとあとその部屋の中があのショファージュ・ソントカールって言って。あの なんていうんですか、元専用の暖房をつけないと、暖房がつかないっていうのがあるので。もう私はすごい寒くて、長袖とかなかったので、だから、あの、すごいなんか新聞巻いて <laughs>。暖房とか。してたので <laughs>、<laughs> <laughs> あの。ね、服は、あの、ちょっと。寒いのも、あの、夏、ね、飽きかれる方も、ちょっと持っていった方がいいと思います。はい。<あ>えー、今したさんへ、え。はい、あ、すみません、夏。すみません。えっと、いいですか。 あのアヌシーだと山沿いなので、9月はもう涼しいと思います <laughs> あの。スイスに住んでたので、ちょっと知ってるんですけど、ダウンとかは持ってった方がいいと思います。あ,の、はい、あっちで買ったりとかする方が、まあ、高くついたりも日本でも持ってるんであれば1着持ってって行った方がいいと思います。 パリ政治学院の修士課程に進学するものです、えー。サークルについて質問です。参加の経緯、入部手続きを伺えれば幸いです。また授業が多いのですが、サークルは時々参加する形でも可能でしょうか。入部手続きなどはありましたか。そうですね。あのー、最初あの学期いつも毎学期の初めにそのサークルがいっぱい集まる。 イベントみたいなのがあるんです、すそこで、えっと、いろいろ情報をゲットして、ただ、あの、フランス語ができないとちょっとみたいな感じで言われることが多いです。で、えっと、でも、あの、麦国連のサークルは、あの、英語が基本なので、全然フランス語ができなくても参加できて、で、えっと、インスタグラムのアカウントの、えっとな、なんですかね、BO 欄っていうんかな、なんか、その、 自己紹介欄のところにあの入部したいです。みたいなのを入力するフォームがあるので、そこから入力したらあのいついつこういうイベントやります。みたいな情報があの毎週メールで送られてくるっていう形になります。ありがとうございますあ。そうですね、あと、あの時々参加する形でも大丈夫だと思います。あの、はい、そこまで強制的なサークルではなかったです。はい、まあ、フランス日本みたいに厳しくないとね。はい。 そうですね、ありがとうございます。続いて、えー、とだいぶいっぱいあるので、簡単に行きますね。セキュリティソシャルについて質問です。学生は登録が義務だとありましたが、別でフランス留学用の保険や大学指定の保険に登録する場合は、<laughs> 二重で保険に入るということでしょうか、えー、そうですね、えーと。二重で入る形になります。えー、と近藤さん、そうなりますよねあの。あ、ミュートです。すみません。はい、<り>そうです,すい。ありがとうございます。はい 続いていきます。山下さんに質問です。貴重なお話ありがとうございます。えー、パリ政治学院の学士課程に交換留学するものです。えー、就職活動はどのように進められましたかもしくはどのように進める予定でしょうかに、えー、パリ政治学院には徒歩前と徒仏後に留学交換留学をサポートする団体などはありますかというご質問いただいてます。はい。えっと、まず1点目に関して、私は留学前と留学中はもう一切就職活動はしていませんでした。ただ、あのロンドンキャリアフォーラムが4月の 頭の週末にあってそれに参加してと内定をもらっているあの友達もいましたので、えっと、そういうのに参加することもできますで私は、えっと、最近あのエントリーシートを書いてインターンにジャンジャンアプライしているところで、えっと、今後進めていこうかなという形ですで、えっと、パリ政治学院はそうです、ね、一応その交換留学生用にウェルカムプログラム っていうのがあるんですけどそれ交換留学生用なのかもちょっとよく分かってないんですがただそ,のそこまで交換留学生を特別扱いしてくれるような感じではなくてこう自分でいろいろあの情報はあのゲットしていかないといけないかなっていう感じです。あとあのバディープログラムっていうのがあるんですけどその現地の学生さんとバディになるやつなんですがその現地の方結構忙しいのであの音信不通になるとかもあります。<laughs> はい それがまあさっきのバディシステムの現実かもしれないですね。<laughs> ありがとうございます、えーほんつ。次の質問いきましょう。本日は貴重なお話ありがとうございました。お二方に質問です。住宅保険のようなものは入られましたでしょうかというご質問いただいております。えー、宮崎さんからどうぞあの。住宅保険は多分入らないと契約でき,あのできない場合が多分、分あのギャランターは入あー、えーと、すみません、不動産会社は入ってくれという形がほとんどだと思いますので。 あの基本まあ入らなくてもいいよって言われたら、まああれかもしれないですけど、入る形に。に現,現地で入るというのは、えっと契約の際に入りますよね。えっと。住宅保険に入ったってことです、ね。はい。いあ、そうですね。はい。あの住宅保険が入ってるんですけど、それじゃなくてってことですね。はい,はい。はい、現地のやつ入ってます。はい。え、山下さんどうされましたか?。私はあの、そんな必要ないっていう風に言われたので、入らなかったです。<laughs> はい。<laughs> と言ったこと。 ねはい、えー、宮崎さんに質問です。ニースに四五ヶ月ほど留学するものです。住宅探しに苦労されたとのことですが、おすすめの探し方はありますか。ええー、過去エージェントは高く個人契約は詐欺などもあるとも聞いています。はいあの本当にすごい難しい難しいっていうのがあの要はでウェブで探してもそのあのそういう詐欺もそうですし、あの要は。 まあそういう、なんていうんですかね、実体がないっていう形も全然あります。で、おすすめの探し方は、えっと、まずはやはりあの、その留学先のですね、大学であったり、まあ、あの例えば、えースコートダジュール大学とかに行かれるのであれば、例えばそこで、まずはあのそう相談されて、えっと、エージェントを紹介してもらうのが一番 いいいいんじゃないかなかと思います私自身はあのエデックの紹介した、えっと、不動産会社をそのまま信用して使いますけど、まあ、基本的にはあの何も何て言うんですかね問題なく過ごせましたし例えばえ、まあ、退去もしてますけどえ例えば敷金トラブルとかですね、えっと、そういうことも一切起きないのは基本的には僕の中ではあの僕が良かったんじゃなくて学校のバックグラウンドがあったからかなってやっぱり思いますから基本的にはやはりその日本人で単独で探すのは難しいことなので。 ままずはは学校にご相談されるべきななのかかとと思いますすリクルーターータですよね,そうですねニースはあの私も留学してたのでもうでも20年ほど前ですけどあの、えー、と住宅の,その詐欺に遭っていて私はあのエージェントでそのなんか知り合いの知り合いに紹介してもらったエージェントさんがあの最初リストを渡してきてすごく格安で200ユーロぐらいでリストを買うんですけどそのリストに自分で電話をして であの今から内見できますかみたいな感じであの親が連絡するんですけど全部あさっきついさっき埋まったとかあつながらないとか、うん、あの約束の日にそこに行ったら何もないとかっていうのが、うんまあ、詐欺っていうのがあったりでその後二2件目はもう自分であの街歩いててここいいかなと思った <laughs> あの。 エージェントさんに入って、であのお話ししてみて、まあ、なんかすごい良さそうだなと思ったんで、そこであのいい物件見つかったんですけど、そういった感じで、ね、あのニースの住宅事情ですね。はい、次行きましょう、えー。ベッドバッグ対策はどのようにされましたかという、はい、今結構ホットな話題かと思います。えー、お二人何かありますかどうされました山下さん。そうですね。 えっと、公共交通機関の椅子に座らないとか、座る前にしっかりチェックするとか。うん、あの噂によると、なんかリンゴの種ぐらいの大きさらしいので、そ、多分、あの目視できます。なるほど。はい。宮崎さん、どうですか。すみません。ベッドパック対策ってなんですか。あ、今あ、あの、の、の、のみじゃなくて、何やったっけ。トコジラミですかね。トコジラミ、あの、幼稚園でも、あの、そうなんですよ。あの、これはもう。 僕あの普通に僕らよりは、えっと、子供の方が今多分リスクは高くてあの要は幼稚園でお昼寝とかで結局シェアしてますから気をつける、まあ、ただこちらではシャンプーとかがあるんですよトコジラミ専用のシャンプーはありますから、まあ、なったらそうですしで基本的にただあのやっぱりあのヨーロッパの方ってお,お風呂入らない2日に1回とか3日に1回とかなので基本的になりやすいのかなと思うんですけど日本人ってそんな毎日洗うじゃないですか。 であんまりそこはなんか <laughs> ならないのかなとか、毎日洗ってれば。で、なればあのちゃ薬局に売ってます、シャンプーが。え、頭じらみですか、それ。え、違います。頭じらみじゃなくて、うん、違う。トじらみトじらみが。まあ、ま、なんかはやってるまあ、今、ニースは頭なんですよ。<laughs> <笑><笑><笑>それも <laughs>。近藤さん、あの、なんかそうた、えっ、ー、と、今、その。 トコジラミ系の,あのすごくヨーロッパニュースでもなってますけれども、うん、あのなんか保険の関連で何か請求というかありました<う>とかあのちょっとそこの部分はですね、ごめんなさい、あまり僕、あの把握してなかったです。で、そうですねまあ、ただ一応そのような請求を、まあ、あの実際には保証できるものなので、まあ、万が一ちょっと治療をしないといけないという時には。うん あのぜひご,ご協力できるかなというところですね。はい、ありがとうございます。続いていきましょう。えー、と楽天モバイルあ、宮崎さんに質問です。楽天モバイルは現地の電話番号としては使用不可でしょうか、えー、現地指紋を待たずに楽天モバイルのみですか基本的にはあの81つけたら8190ですよね、日本のやつって。で、フランスで別にあの全然使えますしあの、基本的に僕、 多分どこかにかその電話番号を出したりするときに、あのフランスの電話番号ではなくて、日本の電話番号を書いてますかっていう質問だと思いません。ただ、何回かは言われますね。フランスのあった方がいいと言われますけど、日本のやつがダメとかはあの、要は、それは日本人からしたらちょっとあれですけどあの、要はこっちの方って別に、例えばドイツの携帯書かれる方もいますし、要はいろいろ国番号を書かれる方、国番号で使われる方いらっしゃるので。 そこはなんか日本人っていうよりはどちらかというと別にあのフランスの携帯持ってない方もいっぱいいらっしゃるので大丈夫かなと思いますけど、まあ、あの僕もフリーは持ってますからフリー、まあ、両方契約してもいいんじゃないかなと思いますけどフリーモバイルあの山下さんがお話しされてたそうですね契約をされてるってことですね,ですねはい2つ持ってますなるほどありがとうございます続いてえー、っとちょっと工じ 時間が迫ってきたので、ちょっと選ばせてください。えー、っと、現金についてお話ししたいんですけれども、えっ、ー、と、途中前に、えっ、ー、と、いくらか現金を用意しようと思っているんですけど、どのぐらいの量が適当ですかというご質問をいただいております。えー、お二人、どうされましたか私は、あの、以前、何年か前にヨーロッパに行ったことがあったので、その残りの、 50ユーロもいかないぐらい、もう本当にちょっとだけ持っていきました。あとは、あの日本円を持っていきました。いくらぐらい ?2、3万円ぐらい持っていったんですけど、でも結局、あの使わずに持って帰ってきました。はい。はい、えー。宮崎さん、どうですかあ同じですね。多分五50ユーロぐらいで、あとは、えっと、まあ、キャッシュが必要っていうのは、本当に、あの、 ちっちゃいお店がクレジットカードダメって言ってくるだけなのでそんなにキャッシュが必要なことがまずこちらの社会ではないのもうどこの、まあ、ヨーロッパ全域ですね EU 全域でもう本当に必要なことがあんまりないので、あのー、ですからもうまずキャッシュはそんなに必要なくてで、えっと、先ほど申し上げたワイズですねであと現地で出勤するのもそんなに手数料かかりませんのであの、まあ、ただ出勤したことあるかと言われたらほとんどないですね。要は現金で求められるか 時にどうしても必要であれば出すっていう形だと思うんですけど、その機会が、えっと、学部生の方だと本当にあんまりないんじゃないかなと思いますそうですね、ここで500ユーロっていう数字出しておられるんですけども、あのー、まず、えっと、500ユーロ紙幣とかあの大きな額の,あの紙幣っていうのが現地では使えない可能性があるので、うん、それだけちょっと注意されたらいいかなと思います。あとはそのやっぱりねあの 高額持っていくのはちょっと危ないので500ユーロはちょっと持ちすぎかもしれないですね。その辺はあ,のあれですね。で続いて、えー、っと、聞きたいと思います。えー、っと、普通の価格帯でそこそこのクオリティの商品が買えるスーパーマーケットはどこですかというご質問いただいています。あ<の>私は あのころによく行ってまましたなるほどすいせんん、はいはい、宮崎さんあのこれすごい大事なことあの僕やビジネスクルールなのであれなんですけど基本的に同じ例えばカルフールとかでも場所によって全然価格って違うのであの要は、えっと、安いスーパーを 例えばこ,ここは優雅やスーパー優雅が安いけどこっちはそのインターマルシェが安いとかカルフルが安いってもうロケーションによって全く違うのがあのヨーロッパの基本的にスーパーですねであのこれもヨーロッパ全域のスーパーそうなってますからどちらかというとあの住まれた場所で何箇所も回って安いところを探すが正解なんじゃないかなと思います。なるほどありがととうございいますす、えー、続いてででねちょっっ一一旦旦時半であの一旦終わって で、でえー、終わってというかあの、そこまででもしね、あの退職される方はしていただくかなと思うので、先にちょっとあの皆さんに共通しそうなものだけ先にやりますね。えー、っと、日本の電話は、日本の携帯電話は休止してから途絶されましたかというご質問なんですけれども、これは、えー、っと、今話出てましたけれども、あの山下さんは止めていかれたえっと、ついて1か月ぐらいはあの契約をしたままだったんですけど、 9月ぐらいからは止めてもらってました。なるほど。で、えっと、その止めると、あれですよね、2段階認証とかで、その例えば携帯に届くのが届かなくなったりとかするので、それだけ注意していただくたそうですね、<あ> Amazon とかがそれでちょっと使えないことあります。はい。で、えー、っと、続いてですね、えー とキャフとアロカションという住宅補助は違うものですかというご質問いただいています。これは同じものです。でえー、とフランスの、えー、とパリの空港に到着後、空港から他の街にスーツケースなどを送ることはできますか、えー、とこれはちょっと難しいですよね。うん、難しい。あのそんなに郵送事情が日本でいっぱいあの自分で運んだ方がいいと思います。<laughs> ですね <laughs> <laughs> えー、っと、宮崎さんに質問です。えー、っと、携帯電話の話ですで。2台持ちということでしたが、楽天ともう1台はニースで購入したということでしょうかそれとも本体は日本で買い、SIM のみ購入したということでしょうかあそうですね、後者の方です。はい、SIM のみ購入ということですね。はい。ありがとうございます。えー、っと、続いて、えー 家のオーナーがキャフの資料を出してくれない理由とはなぜなのでしょうか、これは私の推測なんですが、おそらくあの適切あの、住宅として登録していなくて、税、うん、金を払ってないんじゃないかと踏んでいます。私もそう思います。私もそう思います続いていきましょう。えであすみません、えっと、ちょっと待ってくださいね。お 退出される前に、えー、っとごめんなさい、チップジャパンさんの,あのリンクをお送りするの忘れてたので、ちょっと今送らせてもらいます。ごめんなさい。えー、っと、えー、っと皆さん、はいえーっと、YouTube の方にもついてますので、それでまた見ていただいたら、ここから、ね、リンクアクセスしていただけます。はい、で続いて、えー、っといきたいんですけども。ううわうん とあニースの大学院に進学される方から質問いただいています。えー、ニースでの暮らしの特徴、注意点、あと、えー、と外国人だから、えー、住宅を借りるのがハードルが高いということですかというご質問いただいています。特徴、ニースの特徴。はい、あニースは、大学、まあえーと、ファミリーフレンドリーはパリよりもだいぶ。あのー えっと公園もすごい多いですしトラムとかもアクセスしやすいあのメトロと違うパリはメトロがあのエレベーターなかったりするのでそれと比べるとあのニースはかなり暮らしやすいっていうアクセスはどこ空港も近いですし何もかもアクセスはしやすいなっていうのが。 特徴でですすしあとともう一つニースのいいいころはあの主要都市が近いですねパリだとまあそのパリ以外どこがあるかってまあすごい僕はあの難しい質問だなと思うんですけど、まあ、カンヌであったりモナコであったりアンティーブであったりっていう、まあ、世界の中で見ても結構こう、えーまあまあ、観光地と目立つ都市が何個もありますからニースはそういう意味ではあの特徴としてはそういう特徴があって。 えー、注意点は、まあ、あのこれはまあパリも限らず移民の方、まあ、移民とい、まああまあ、うとあれですね、あのあのまあ、犯罪自体はそのニースも主要都市はどこもありますから、あのまああのえー、スリですねスリ、スリ関係がやっぱり、あのスリもそうですし、えー、と誘拐とかもやっぱりありますから、えーそのまあ、こちらの方は皆さんあ、これもニース関係なくですけど、 あの主要と大きな都市は全部、えー、気をつけて犯罪は気をつけないといけないなというのはありますでそうですねまああとは車上嵐もまあそれはあのどこもあるとは思うんですけどあるかなと思います気をつけるのはそれぐらいですありがとうございますえっ、ー、と続いて、えー、とパリ政治学に留学される方から質問です大学寮がないことに悩んでますえっ、ー、とどうですか。 えと大学寮がああ大大学学を選ぶべきだったたかかと後悔したことしこはありますすそ,そうですねあの大学寮イギリスとかだと基本的に寮っていう風に聞くんですがそれであのこういう交流会があったっていうのとかを聞くとこう何てうんですかねパリ政治学院は結構あの寮もないしあの自分でや自主的に何でもしないと情報もゲットしないといけなくてそういう,こう,こう交流イベントとかもこう あそんななのあるの知らなかったみういうイベントがあったりとかこうなんていうんですかね住,住宅を見つける厳しさみたいなのがちょっとは減るんだったら退学料があるところにしたら方が良かったかなって思うことは何回かありました。 ちょっと補足しておくとあのパリが寮がないだけで地方の国立大学はあの多分イギリスとかと同じような感じになるんですけども大学に学生寮があってでその学生寮でそのパーティーがあったりとかイベントがあったりとかっていう感じなのであの、まあ、パリ政治学院とか、まあ、パリの学校っていうのはちょっと特殊っていうふうに皆さんご理解いただけるといいかなと思います続いていきましょう、えー、お話ありがとうございましたキャフは給付ですかあとにお金を返さないといけないのでしょうか給付です え山下さんへの質問ですパリ留学予定なんですが治安で、えー、と危ないとか気をつけた方がいいことありますかそうですねあの北の方はちょっと雰囲気がやっぱり中心部とは違うなっていう感じがしますあとはあと南の,そ,のそれこそ郵便物を取りにあの集荷所に行った時にランジスっていうところに行かないといけなかったんですがもうそこは本当に人気がなくってもうゴミが不法投棄されてるみたいな車もなんか荒れてるみたいな感じだったのであの ちょっとパリから離れる際はあのグーグルマップとかでストリートビューとかでちゃんと確認してい行かれた方がいいかなって思います。そうですね。まああの私もパリ住んでたんです。二年ほど住んでましたけれども、まああの怖がらずに。えー 気をつけるっていう感じがあの生活の中では一番よくて、まあ、別にあのすごく怖がる必要はなくてもう向こうに生活してたら生活してるあの香りがプンプン出てくるのでそんなに狙われることはないただあの日本にいる時みたいに例えば携帯をどっか置いてどっか出かけるとかあのそういうことするとちょっとやっぱりダメなのであの気をつけながら、えー、とリラックスしてお過ごしされたなになったらいいかなと思います。はい えー、貴重なフランスにおいて日本人コミュニティなどは存在しますか日本人コミュニティに属しておられましたかという話です。えー、と宮崎さん、いかがですかあそうですね、ニースはあの、まあ、日本人コミュニティというか、まあ、あのママ友が多い、あの要は息子のなんていうか、息子のママ、パパ、友、コミュニティというのがあ,のあって、そこで、まあえー、と現地のローカル,ローカルで、えー、と例えば、 学校、えーと、土曜日とかに、あのーえー、とこちらの,フラ,ンスのか、えー、フランスに住んでる日本人の方向けの、えー、授業、学校みたいな、えーうん、塾みたいなことをやってたりもするので、えー、そういう意味で,での、えー、コミュニティに参加っていうのはあのー、ありました。ママともパパともコミュニティみたいな山下さん、いかがですか、えっと、ああるるにはある っていう,ふうに聞きますあの私の日本人の友達でもそういうコミュニティに参加して日本人の友達たくさん作ってる子もいたんですけど私は参加はしませんでした。なるほど私は、えー、とまあ、参加したりしなかったりでしたけれどもあのメリットデメリットあって私はまず最初語学留学したの大学付属の語学留学したのでその時はえっ、ー、と 日本人コミュニティよりもどっちかというと外国人の方を遊ぶようにしていった。うん、でも2年目じゃないや、次の時にパリに留学してた時はフランス人しかいない学校だったので、あの 逆に日本人コミュニティに2年目からは属して日本人からの,そのいろんな情報であったりとかやっぱり高い意志を持ってフランスまでわざわざ留学したりは掘りきたりとかされている方とあの情報友達になるってすごく有意義なことだなと私は思うのであの避けることもないですし、まあ、そこにどっぷり使う必要もないですしうまく付き合われたらいいかなと思います続いていきます いやあの私の場合はあの、パリ政治学院の中で何人か日本人のお友達がいたので、参加しなくても大丈夫だったっていう感じですね。わ、はい、かります、はい、で、CAF、えー、は交換留学生でも申請が難しいのでしょうかとありますけれども、えーと、寮であればできると、寮,寮というかその、ホームステイでその書類とか書いてもらえないとか、うんぬんかんぬんというのがなかったら大丈夫だと思います。 続いていきましょう。貴重なお話ありがとうございました。パリへ交換留学へ行く終止1年のものです。現地の銀行口座と結びついたクレジットカードは作られましたか？どのように作ったか教えてください。えっ、ー、とどのようにはもういいので、えっ、ー、とクレジットカードを作ったかどうか教えてください。クレジットカードは作ってないんですけど、あの口座を契約した時にそのキャッシュカードをいただくので、<laughs> それがクレジットカードみたいな感じでした。 ビデオでも説明してますけれども、キャッシュカードがあのデビットカードみたいになってて、でそれであの口座からお金があの引き落とされて携帯にあの SMS であのいくら使ったっていうのがあの送られるシステムになってます。で逆にクレジットカードもあの作るように多分。 営業してきはると思うんですけども、それはもし作る場合はちゃんとあの条件とかしっかり読まないと、あの日本と違ってそのリボ払いみたいな形になっている可能性があのデフォルトからあるので、それだけはちょっと気をつけられた方がいいと思います。あの必要な方も作る必要はないです。で、えー、と次、フランスの香水事情について知りたいですというご質問いただいています。いかがですか、山下さん。あの、普通に飲んでました。飲んでました。はい。肌も荒れ そうですね、あのー、最初はちょっとお腹がしんどいかなとかあったかもしれないですけど、あのー、全然慣れます。宮崎さん、いかがですか僕はあの、うん、飲むのは全部買ってました。あの、クリスタラインとか、ボルビックとかは買ってる。なるほど。ありがとうございます。まあ、けど、<も>あの飲めますよね。の全然、あのフランスは飲める。飲めますし、あと、その、えーと、気をつけた方がいいのとかは、<え>あの、 えと水が結構、硬、あのー、水、固まったりとかするので、定期的に水を流すところにその排水用の,なんかそのお薬を入れたりとかっていうのが、おそらく大家さんとかから教えてもらえるので、それを聞いておくといいと思います。キャフの家賃保証は日本国籍を有する方のみが対象ですかというご質問をいただいてますけども、これは日本人とか関係ないですね、はいえー、と学生ビザがあれば。で山下さんへ質問です、to トゥーグッドトゥーゴーについてなんですけれども以前他のフランスに行かれた方からフランスの Apple ID がなくてはいけないと伺いました Android はツ。昨年山下さんが行かれた時えー、何かシステムにあたり注意はありましたかというご質問をいただいていますえっと私がそのアプリをダウンロードしてから住所をせの設定をもともと日本の住所でしていたのでそれをフランスに変えたらあのトゥーグッドトゥーゴーが あのダウンロードできるようになってで使えるようになりました。なるほど、ありがとうございます。続いてえー、っと服冬服の質問を山下さんにいただいています。<laughs> えーっと。<laughs> <laughs> 冬服は後で郵送してもらったというお話でしたが、日本からフランスへ荷物を送るとき、どんなサービスを利用した、えっと、これはさっきお話しいただいたので、またあの動画あの、今日のものを、えっと、録,録画して編集して、きれいにしてちゃんと送りますので、そちらご覧ください。続いていきましょう。えー、クルスの寮でもキャフは申請で,申請できますかできます。全員に質問です。飲料水はボトルを購入して入手していましたか、えー、と飲まれたり、えっと、飲んだり飲まなかったりということですね。<laughs> はい、私はあのボ,ボトルを日本から水筒を持っていってそれであの水道水を組んで持っていったりっていう感じでした、はいはい。続いていきましょう。パリ政治学院に留学予定です。フランス語の授業のレベ,レベル選びで悩んでいるのですが、<ー>目安にしたことや注意する点はありますかそうですねあの。よく私が言われたのはあのはあ フランスの,その正規でその修士とかをやってる方はその語学の授業でそのレベルを何て言うんですかね評価が下がることを言い上がるのでベイドゥの人がベイアンを受け入れたりベイアンの人がアールを受けてたりするっていうのを聞いてなので私はあのできるだけこう自分のレベルよりちょっと下のものを選ぶようにしてました。それででも結構大変でしたなるほど 続いて最後に破傷負の予防,、えっと、予防接種を打ってから8年ほど経っていますが、再度打ち直した方がいいですか、現在19歳です。えっと、これはですねあの、フランスは多分破傷負の予防接種の,なんかあのサイクルが結構短いんですけど、日本ってもうなんか大人になってからうつってあまりないんですが、私はインターンしてたところで、あの指をちょっと深く切ってしまって、そのときに破傷負の予防接種しているかっていう話をねらい。 そんな記憶はないって言ったらあのその場であの私のところはあの国際機関だったのでなんかあの打てる医療機関があったからその打ってもらってっていうのがあったので向こうは結構ね破傷風言ってくるのであのもし打っていたほうがあの打てるようであって言ったら打っておいた方がいいかもしれないですでも別に義務ではないです。はい、で前日に質問です、えーっと。香水でお風呂香水で髪がバサバサになると聞いたのですが困っていますかあ えっと、困っているのですが、どうしていますかというご質問あります。人に、髪質によりますね。はい。そうですね。あの、私は、あの、髪がパサパサになるっていうより、あの、頭皮が痒くなっちゃったので。うん、あの、おすすめされたのは、あの、毎日洗い流さない、毎日シャンプーしないっていうのは言われました。あと、あの、日本からの洗い流さないトリートメントを持っていきました。なるほど。 お、えー、二人はドシエ・ソシア・エチュジオン、デースというものを取得しましたかこれはね、あと年から始まったんじゃないかな、えー、な,なかったですよね、ドシエ・ソシア・エチュジオンね、えー。パリに1年間交換留学に行く予定なのですが、食事や交通費の補助を申請する際に必要らしいです。えー、とこれは、えー、デース、デースはあのーえー、と交換留学の場合は多分作れないと思います。あのーえー、とフランス政府小学 金とかの給費税じゃないとちょっと作れないので、はいえー、と交通費の補助っていうのがちょっとわからないですけれども、はいえー、とこれは、えー、と多くの方は多分作れないです。はい え以上、質問いただきました。ちょっと時間が15分ほど押してしまいました。あと、その技術的なあのトラブルがあの多発しまして、大変申し訳ございませんでした。えー、と私の話している前半の部分は、もう一度取り直して、えー、きれいに編集をしてあの、YouTube に載せますので、皆さん、またご覧いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。皆さんも、えー、ととご登壇者の方もあの長い時間、長時間ありがとうございました。それでは、皆さんの留学が有意義なものになりますことをお祈りしております。 さよなだ。